どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA 国内線プレミアムクラスへのアップグレードについてですね、解説ねしていきたいというふうに思います。 ANA のね国内線搭乗時に追加料金もしくはアップグレードポイントをね利用することで、普通席からですねプレミアムクラスにねアップグレードすることがねできるっていった形になっておりますので、もしですね ANA ラウンジを利用したいとかですね、国内線搭乗時でも食事やお酒をね楽しみたい、またはですねマイルプレミアムポイントねできれば多く欲しいならですね、気になっている方もねいらっしゃるかなというふうに思いますし、マイルプレミアムポイントに関してはですね、ただでさえですねプレミアムポイントの計算っていうのは分かりづらいわけなんですけども、アップグレードしたらですねさらにねプレミアムポイントねもらえるわけなんですけども、ANA の公式サイトではプレミアムポイントマイルねシミュレーションがねできるようになっておりますよね。なんですけども、このアップグレードに関してはですね、このシミュレーションで計算することがねできないっていった形になるんですよね。ですので、まあこちらもね知りたいっていう方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなというふうに思っております。それでは早速ね解説入っていきたいなというふうに思うわけなんですけども、 ANA の国内線利用する場合ですね、普通席からプレミアムクラスにですねアップグレードすることができるっていった形になっておりまして、対象運賃なんですけども、国内線運賃、特典航空券、一緒にマイル割というふうになっておりまして、国際線の国内区間ですね、また予約のないオープンチケット、団体運賃、包括旅行割引運賃は対象外っていうふうになっております。でですね、普通席からプレミアムクラスにですねアップグレードする場合、条件っていうのが記載されておりまして、まず普通席の航空券予約購入がね済んでいること、またですね予約に含まれる方が全員 ANA マイレージクラブ会員であること、また変更操作時点でプレミアムクラスに空席があることっていうふうになっております。でですね、このアップグレード自体の申し込みについてはですね、搭乗の2日前から ANA ウェブサイトもしくは ANA のね国内線予約センターでね変更することができるっていった形になっております。この搭乗の2日前っていうね記載なんですけども、正確には搭乗の2日前の0時ちょうどからですね出発の20分前までにね申し込みができるっていった形になっております。それでは次に支払い方法についてなんですけども、クレジットカード払いもしくはですねアップグレードポイントのみのね支払いっていう風になっております。まあクレジットカードはねクレジットカード払いでねそのままっていう風になるわけなんですけども、このアップグレードポイントっていうのはですね ANA プレミアムメンバー限定っていう風になっておりますので、 ANA のねステータス保有されてない方はですね追加料金で利用するっていった形になります。それでは次にアップグレード自体の料金についてなんですけども、搭乗区間またね受付日によってね金額が変わるっていう風になっておりまして、公式サイトにですねかなり細かくね記載があるっていう風になりますんで、気になる方はですね ANA の公式サイトですね動画の概要欄にね載せておきますので、そちらね参考にしてみていただきたいなっていう風に思います。またですねアップグレードポイントでね支払う場合についてはですね、一律4アップグレードポイントでね利用することができるっていった形になります。それでは次にマイルとプレミアムポイントね加算についてなんですけども、大前提として普通席からプレミアムクラスにねアップグレードする場合なんですけども、マイルとプレミアムポイントがですねアップグレードした場合追加でね加算されるわけなんですけども、有償で支払った場合のみねこちら加算されるっていう風になっておりますので、アップグレードポイントでですね普通席からプレミアムクラスにアップグレードした場合についてはですねこちら加算対象外っていう風になりますので、この点をね覚えておいていただきたいなっていう風に思っております。追加でねプレミアムポイントがね欲しい場合であればですね、アップグレードポイントではなくてですね有償でね利用する必要があるっていった形になります。でですね、公式サイトのね Q&A にもですね、この普通席からプレミアムクラスにですね追加でアップグレードした場合ですね、マイルプレミアムポイントのね積算についてね記載があるっていう風になるわけなんですけども、マイルについてはですね元々購入していただいている運賃の積算率に区間基本マイル 50% が積算される、またねプレミアムポイントについてはアップグレード後のフライトマイル ×2 がね積算されますっていう風に記載されてるんですよね。またですね搭乗ポイントに関しては元の購入運賃に準じますっていう風にね記載がされてるんですよね。
またマイルの場合はですね、 ANA スーパーバリュー28でね航空券を押さえている場合 75% プラス 50% イコール区間基本マイレージ 125% プレーンポイントの場合は ANA スーパーバリュー28で航空券を押さえている場合フライトマイル 125% かける路線倍率2倍プラス搭乗ポイント0ポイントがね記載がされてるんですよね。まあこちらね今聞いていただけたらね分かるかなっていうふうに思うんですけども、分からないものがさらに複雑になってるね感じがしますよね。私もねこれ最初見た時になんだこれと思って全然よく分かんなかったわけなんですけども、まあ一つずつね噛み砕いて理解していくとですねそこまでね難しくないんですけども、最初ねパッと聞くとですねよくわからないっていう風になりますんで、一つずつね説明していきたいなっていう風に思っております。それではですね実際にね路線に組んでね説明していきたいなっていう風に思うわけなんですけども、 ANA スーパーバリュー28で羽田沖縄路線をね押さえてるっていう例でね話していきたいなという風に思います。まずですね ANA スーパーバリュー28ということで運賃7っていう風になりますよね。ですので積算率は 75% 搭乗ポイントがね0ポイントっていう風になりますよね。でですねマイルの加算ね計算していくわけなんですけども、こちらね ANA のプレーンポイントのねシミュレーション画面なんですけども、こちら区間基本マイレージが羽田沖縄路線の場合はですね984っていう風になりまして、積算率が 75% ということでこちらねかけていただくと738っていった形になりますよね。でですねこれを通席からプレミアムクラスにですねアップグレードした場合ですね、もともと購入していただいている運賃の積算率に基本区間マイル 50% がね積算されるっていう風に記載がされておりますので、ANA スーパーバリュー28の場合ですね、もともとの積算率が 75% っていう風になりますんで、この 75% にですねアップグレードした 50% をね足していただくと 125% っていう風になりますよね。で基本区間マイレージは984っていう風になりますんで、984×ですね 125% という風になりますんで、1230マイルがね獲得できる計算っていう風になっております。それでは次にプレミアムポイントですね。プレミアムポイントの場合はアップグレード後のフライトマイル ×2 がね積算されるっていう風にね記載がありますので、アップグレード後のフライトマイルっていうのはですね先ほどの計算した出てきた数字がですねアップグレード後のフライトマイルっていう風になりますんで、 984×ですね 125% ということで1230っていうねフライトマイルが先ほどね出てきましたよね。このアップグレードされたフライトマイルをですね ×2 するとですね、アップグレードされた後のねプレミアムポイントっていう風になりますので、 1230×2 っていう風になりますんで、計算すると2460プレミアムポイントがね加算されるっていう風になっております。でですね先ほども言いましたけども、 ANA スーパーバリュー28運賃7でね今回計算させていただいているわけなんですけども、こちらの運賃に関してはもともとね搭乗ポイントが0ポイントということでもらえない運賃になっているわけなんですけども、この搭乗ポイントっていうのはですね元のね購入運賃に準ずるっていった形になります。ですので今回ですね ANA スーパーバリュー28で羽田那覇でね計算させていただいて、通席からプレミアムクラスにですねアップグレードしたわけなんですけども、獲得プレミアムポイントのね合計に関しては ANA スーパーバリュー28をアップグレードしてプレミアムクラスに乗るよりですね、最初からスーパーバリュープレミアム28を購入した方がですね搭乗ポイントが400ポイントね加算されるっていう風になりますんで、まあ、この点はですね一応ね覚えておいていただきたいなっていう風に思っております。ざざっとね解説させていただいたわけなんですけども、この国内線のねアップグレードに関してはですねこのプレーンポイントの計算っていうのはかなりね分かりづらいかなっていう風に思いますので、普通席からプレミアムクラスにですねアップグレードしていただくとマイルプレーンポイントね多くもらえるわけなんですけども、普通のプレーンポイントのね計算だけでもね結構分かりづらいのに、アップグレードするとですねさらにね分かりづらくなるっていう風になりますんで、もしねこれから利用される方であればですね
ぜひね、この計算方法っていうのはですね、ある程度ね、頭入れといていただきたいなっていうふうに思っております。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルなどについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。